はい、基本一人です。いつもありがとうございます。9月もね、半ばになりましたね。本当昨日ぐらいからね、急に涼しくなりました。今日もね、曇ってるんでね、もう本当にお昼近いですけれども、こうやって、窓全開でね、風を通すとね、結構涼しいということで、今日はね、この涼しいね、和室の部屋からね、ちょっと縁側なんかをね、眺めながらね、チャーハンでも食べようかなと思いますね。ということで、チャーハン作ってきます。はい、今日はね、これだけです。シンプルにいきます。量もそんな多くないです。卵、ネギ、ソーセージ、ご飯、醤油、塩、コショウ、油ですね。グレープシードオイルです。はい、塩コショウ。パンとかね、うどんがね、食べれなくなってね、チャーハンだけはなんとか食べれるんでね、嬉しいですね。はい。全部入れちゃいますね、今。野菜は唯一のこれだけだからね。はい、そして醤油をちょっと垂らして、おしまいと。意外と量少なめに作ったつもりだけど多いですね。こんなもんか。はい。はい、こんな感じね。すごくお腹が減ってないね。お昼だったらこれぐらいで十分ですね。さっきいた場所ですけどね。こちらですね。昔はね、ほんとね、庭がすごい綺麗な、いい家だったんですけどね、庭が荒れましたね。はい。どうでしょうか。まあ普通のチャーハンですね。いつも作るね。味見もまだしてないですけど、確実に僕の大好きなチャーハンになってると思います。はい、ではいただきます。こんな感じね。ゆっくり食べますね。いつもより外見ながらゆっくり食べたいと思います。味は当然グッドです。やっぱりチャーハンはいいね。簡単に作れて、こんな美味しい残り物だけでね、作れて、こんな美味しいものがね、世の中にあるんだっていうね。中国は偉大ですね、中華料理はね。チャーハンの材料がお米でよかったよ。最近ちょっとね、グルテンフリーということで、小麦粉立ちですね。小麦粉を使ったね、食品を
取らないでみようというね、今実験をやってますんで、母親のね、体調がね、良くなったらいいんじゃないかなと思って、始めてみましたけど、もちろん僕もやってます。ということで、チャーハンはお米ですので食べれます。小麦粉だからね、パスタ食べれないですよね、まずね。で、うどん食べれない、麺類、ラーメンも食べれないし、そばもね、ほとんど僕が買うそばの乾麺はね、80%小麦粉のね、安物のそばだったんでね、まあそれも食べれないと。で、パンは当然全部食べれないっていう感じ。本当に体良くなるのかな。ブログとかね、YouTube で見るとね、小麦粉断ちするとね、早い人だと1週間でね、もう体調がなんか良くなるという話なんでね。今日ちょっとね、業務スーパー行きましたけどね、まあ、ちょっと買うぐらいでね、たくさん買うつもりなかったんだけど、お店に行ってね、パンも買わないし、いろいろまあ制約ができるわけですね。お菓子買うにしてもクッキーとか買えないわけだから、そんな感じでね、考えながらね、買い物というか見てましたらね、意外と買うものがなくてね、味噌とかね、なんか3点ぐらい買ったのかな。は意外と小麦粉やめるとね、今までたくさん買ってたんだなってかえってね、思いました。なんか意外と買うもんないなと思って、これからちょっとね、もっと野菜とか豆とか芋とかそういうものをね、ちょっと高くなりますけどね、そういうものをたくさん食べるようにしますね。うちはね、母親も糖尿病だし、次男もね、実は糖尿病なんですね。だから糖尿病になりやすい家系だと思います。おばあちゃんも糖尿病認定されてるしね。僕はね、多分糖尿病になりやすいです、遺伝的にね。だから今のうちにちょっと血糖値のね、素早く上がる小麦粉をやめるっていうだけで結構予防になるかもしれませんので、今回のね、グルテンフリーの実験は僕にとってもね、ひょっとしたらいい感じになるかもしれません。ひょっとしたら元に戻っちゃうかもしれません。3ヶ月後にね、意外と半額のパンとかいっぱい買ってたりしてね。まあ、その時はその時で許してくださいという感じですね。もう本当に食べたいのにね、無理に我慢するっていうこともね、僕はほどほどにしないといけないと思ってる人間なんで、もしね、今回のグルテンフリーの実験ですけど、挫折する場合もあります、あるとは思いますけれども、多めに見ていただきたいなと思いますね。ということで、ごちそうさまでした。はい、今回ね、
本当にチャーハンをね、縁側で食べただけなんですけどね、意外と楽しかったです。そして美味しかった。やっぱりね、夏ずっと、こちらのね、窓閉め切りでね、エアコン効かせてね、本当に朝以外はね、じーっとしてたんでね、なんだろうね、本当に開放感が気持ちいいというか、秋になったね、喜びみたいなね、そんなのをね、ちょっとね、感じましたね。季節の変わったね。ほっとしました。本当に。暑くなくてね。ということで、最後まで見ていただいた方、ありがとうございました。基本一人でした。